9月の2日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いで急に頑張ってます。今日も昆布でーす。9月の3日、今日は宝くじの日だそうです。ところでくじって言ったらなんだっけ、弱気、負けそうです。それはくじけそう。失敗、それはしくじった。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。お供え、即用、志のご注文が増えてます。法事、ギフトはお任せください。たこ焼きに塩昆布を入れて焼いてみました。細かく刻んでたこ焼きの中に入れて、あとは焼くだけ。あっさりした和風仕立てのたこ焼き、いくらでも入ります。おまっちゃん、父さんはインディアンやから嘘つかないって。インディアン言うのが嘘やろ。